こんんにちは下手やたまちはゃんです経時長時の帯締めの結び方を説明しますまず柄のある方を上にして左が上になるように一結びしますこの時しっかりと締めてください上になった方を外側に下ろして下になっている方は一番下から真上に 折り上げます次に内側に折り下げて最初の輪っかに通しますこの時ポイントは帯締めが緩まないように真ん中をしっかりと押さえてください最後に引き締めて完成ですケージの帯結びは結び目の 縦の部分が左側に来ているのが特徴ですそしてふさは必ず上から出るように上向きに突っ込んでください次に長寿の結び方です長寿の帯締めは黒い色を使ってくださいねこれはわかりやすいように 金色を使っていますけども真っ黒な帯締めをしますで、長寿の帯締めをそのままくるっとひっくり返してくださいすると右側に縦結び目の縦がきますこれが長寿の結び方になりますその時にふさは下から出るようにします 最後にえー、普段はケージの結び方をすると思うんですが房が気づかないうちにたらーんと垂れてしまっていることってないでしょうかそれを防ぐことができる結び方を説明します。えー、と先ほどと同じように 左側に柄のある方を持ってきて、くるっと一回転させます。そしてねじた部分を少し端の方に寄せて、今までとは逆です。今度は右を上に結びます。 しっかり結んで上になった方を外側に折って下になっている部分を一番下から真上に折り上げますそして最初の輪っかに内側に折り下げながら突っ込みます中央が緩まないようにしっかり押さえて結びます この時縦の線が右側になっているのでこのままでは長寿の結び方になりますので先ほどのねじれを元に戻すと左側に結び目に縦の線が来て桂耳の結び方になります。で外側の帯締めで房のついた帯締めを押さえているのでタラーンと 外れにくくなりますので作動などされている方は帯にフクサを吊るしますからその時に引っ掛けてフサが取れたりしやすいんですけどこの結び方だったら取れ、えー、外れにくくなるので試してみてください。 ごご視聴いいただきありがとうございます古川和裁教室では LINE アド登録いただいた皆様に楽しい着物勉強会や懇親会また YouTube 新着情報などのお得な情報をいち早くお届けしております YouTube 大名横の三角印概要欄から是非とも LINE アド登録よろしくお願いいたします